台湾総統、香港デモを支持、中国機関紙が批判。台湾の馬英九総統はニューヨークタイムズのインタビューに対し、香港のデモを支持すると発言。これに対し中国の機関紙環球時報が馬総統を批判しています。これは馬総統の着任以来、中国による初めての名指しでの批判となりました。環球時報によると、馬総統が台湾のデモと香港のデモの主張の違いを強調し、自分を正当化するのは一地方の代表でしかないのに不適当だとし、この発言は自分と台湾国民党の利益しか考えていないとも発言しました。また馬総統は台湾でデモが起きた際には終始これを批判していたため、台湾内では馬総統が香港の学生デモを支持していることに対し二枚舌だとの批判も巻き起こっています。トモニュース無料公式アプリが新登場。ダウンロードしてね。